はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはもう目の前にあります、こちら、ドラゴンボール、ポストアートウェハースアンリミテッドということでね、限界を超越した大迫力ポストカードサイズの新コレクション登場ということでね、はい、こんな感じですね。スティックウェハースが1枚入ってて、全22種っていうことですね。それがワンボックスに、ワンボックスが多分20個入り、はい、だから絶対ワンボックスじゃ揃わないんですけどね。オールメタリック仕様でレア、ゴッドレアはホロの白押しということでね、いやめちゃくちゃ良さそうで、アナザーデザインが存在すると。いやこれ絶対出ねえよ、一発で出たらすげえな。はい、こんな感じですね。はい、では早速ね、こちら、開封したいと思います。はい、っていうことでね、開封し終わりました。こちらですね。はい、いや結構ね大きいね、あの色紙アートと あんま大差ないぐらいの大きさ、まあ、ポストカードサイズなんでやっぱでかいんですね。うん、てっきりあのウェハースカードぐらいの大きさかと思ったら随分でかいなと思って。はい、絵柄がゴジュータとブロリー、はい、この2種類ですね。はい、では早速ね、まあ上だけどうやろうかな、上だけちょん切るとちょっと見えちゃいそうなんだよな。まあ一個一個ねハサミ入れて開封していきますか。はい、はい、ではね、ハサミ入れていきたいと思います。上からいきますか。はい、ではね1枚目からいきます。いきます、せーの。ああ17号ね、はいはいはい、分かりづらい、ちょっと分かりづらいかもしれないけど確かにメタリックですね。うん、キラキラしてます。はい、アンドロイド17、本当にポストカードになってんだね。これで手紙とか送るのもありってことだね。うん、いいね、17号好きにはいいんじゃないですかね。うん、はい、1枚目17号。はい、で、これね、食玩なんでね、はい、あ、意外に小さい。ウェハースが意外に小さい。思ってる小さいな。でも食べやすいね。うん、ちゃんと袋にも詰まってるから、うん、開封してもね、すぐに食わなきゃいけないっていうことはなさそうですね。うん、これはいい。はい、ではじゃんじゃんいきましょう。はい、ではね、2枚目いきます。2枚目、せーの。あれどっちだ、あれどっちだ、あれあれどっちだ、もう一回いくぜ、せーの。全部出てなかった。あ、ちょっと待って、めちゃくちゃかっけえ。うわ、何これ、めちゃくちゃかっけえ。ゴジータスーパーサイヤンゴッド SS、 これアナザーですね。うお、いきなり来たね、アナザー、かっこいい、めっちゃかっこいい。すげえかっこいい。うわー、これはいいね、めっちゃかっこいい。はい、2枚目、アナザー来たね。はい、
い、では、3枚目いきます。せーの、おお、はいはい、身勝手の極意、兆しの極。これもキラキラしてんだけどちょっと分かりづらいかな、うん、お、身勝手の極意、兆し。なんかいろいろ書いてあんだね、うん、へえ、いや、いいね、イラスト的にもいいね、うん、はい、では4枚目いきます。せーの、うわーっと、きたベジット、スーパーサイヤ人ベジット、かっこいい、あ、キラキラしてる、ホログラムだ、ベジットスーパーサイヤ。でもめっちゃギラギラしてる。何これ、すげえかっけえ。いや、これすげえな。これあれか、あ、今更ながらにちょっと見てみましょうね。はい、こういう感じ、ラインナップ22種で、今出たのがベジットなんで、あれ、ただのレアなの、あれ、これただのレアなの、あ、これただのレアでこんだけキラキラしてんだ、はい、なるほど、うんうんうん、いや、この2つが出にくいんだろうな、ゴッドレアか。では行きます、5枚目。せーの、おー、ピッコロさん、お、ピッコロさんかっこいいね、このピッコロ、おー、かっこいい、ピッコロ好きにはたまんないイラスト。これも若干分かりにくいな、ノーマルはね、ちょっとメタリック感がちょっと薄いな、あんまこうカメラ越しだからかな、まあ、肉眼でもね、あんまそこまでキラキラしてるようには見えないんだよな、うん、はい、じゃあいきます、次6枚目。せーの、お、かっけえ、なんだこれ、身勝手の極意、ウルトラインスティンクト、身勝手の極意、極み、悟空。かっこいいね、このイラスト、渋い、うわー、あー、これもメタリックになってる、ちょっとわかりますかね、ちょっと紫色になってるんだ、かっけー、このイラスト、うわ、これかっこいいな、黒背景だから余計めっちゃかっけー、これ、うわ、はい、ではね、7枚目いきます。せーの、あ、ベジータ、あ、これベジータのあれだね、ベジータ覚醒、いいね、ファイナルフラッシュ、ベジータスーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人進化か、ああ、進化、はい、うーん、これはキラキラしてるのは分かるね、はい、では8枚目、いや、ゴッドレア出てほしい、いくぜ、ほい、おっと、これは、これはどっ、ゴジータ切ったスーパーサイヤゴジータ、うわ、ゴジータスーパーサイヤ人、あ、ここにあれが、ナンバーとあれが書いてあるね、
レアか、レアバージョン。うわ、ゴッドレアじゃなかったか。ゴッドレアはあれか、ブルーか。はい、では9枚目いきます。せーの、おお、はいはい、ゴテンクス。このポーズのゴテンクス多いね、うん、かっこいいね。でもね、はい、では折り返しの10枚目いきます。せーの、あー、はいはい、ウィス。ウィスね、うん、はい、いやー、まあダブンの間でまだいいな。はい、では11枚目いきます。せーの、おー、スーパーサイヤ人ゴッドの悟空。はい、もう丸、はい、ではね、12枚目いきます。せーの、時田ブロリー、フルパワーブロリーじゃねえこれ、もうフルパワースーパーサイヤンブロリー。うわ、かっけえ。うわ、すごいな。あ、これゴッドレアだね。あ、これゴッドレアだ。あれ、普通のスーパーレアと何が違う。あ、ここのなんか金の枠が上にもあるね、うん、ゴッドレアは。まあでもビビったる違いか。はいはい、どこにゴッドレアとか書いてるわけじゃないよね。いや、出た、ゴトレアブロリー、ゴトレアブロリーでしたね。多分1箱にね、1つしか入ってないと思うんですよ、うん、多分ブロリーがこのボックスのゴトレア。はい、では13枚目いきます。せーの、お、バーダックじゃん。バーダックもラインナップされてんだね、うん、おー、バーダック、はい、はい、14枚目いきます。せーの、出た、アナザー、アナザーベジット、スーパーサイヤー。やっぱアナザーのイラストなんかかっこいいよな、うん、めっちゃなんかかっこいい。うわ、かっけ。あ、アナザー、こう AR って書いてあるね。かっこいい。では15枚目いきます。はい、せーの、あれ、うわ、ちょっと待って、ダブリアだった。で、ワンボックスでダブリが出ましたね。さすがです。はい、お決まりですね。いつものあのカードコレクションと同じで、やっぱ絶対ダブリが出るね。はい、では16枚目いきます。せーの、お、ご飯だ、ご飯、アルティメットご飯。
よし、ダブってないぞ。アルティメットご飯ノーマル、はいはい、では17枚目いきます。せーの、あれこれお来たね。あら、ゴッドフェア揃ったぞ。ワンボックスでゴジータ、うわキラッキラしてる。おお来たね。あ、絶対ワンボックスに1個しか入ってないと思ってた。おーかっこいい。GR ゴッドレア、おお、あったね。当たりボックスかこれは。かっこいい、青が光ってかっこいい。はい、では18枚目いきます。せーの、うわこれもかっこいいの来た。ブロリーフルパワーのアナザー。うおー、なんだろうな、アナザーの方がなんかすげえ渋いんだけど。渋くてかっこいいな、アナザー AR。はい、19枚目いきます。せーの、あこれ持ってないぞ。よしよしよし、ベジータスーパーサイヤ人、これは何のシーンだろうな。人造人間編かな。ベジータスーパーサイヤ人、ヒントが合わねえな最近な。はい、あビルスが訪れた際ブルーマに手を挙げたビルスに切れた時のやつだ。ああ、はいはいはい、あその時のね、はいはいはい、ついにラストを迎えました。いやダブリ一応今のところ一つだね。はい、最後もダブんないでほしいな。いきます、せーの、ダブリ、はい、うわラストでダブリってちょっとなんだこの割り方は。一応ちょっと見てみましょう、何が来てないんだ。ゴジータゴジータが来てない、ブロリー、あスーパーレアのブロリーが来てない、あゴールデンオリーザー来てないね、あビルスも来てない、アナザーが全部揃ったのか。ちょっとアナザーだけ見てみます。はい、アナザーはね4枚揃いましたね。はい、はい、うわどれもかっこいいな。アナザー、いやこれは素晴らしいね。はいはい、で奇跡のゴッドレア2枚抜き、はい、いやーかっこいい、いや素晴らしいね、うん、いやこのシリーズはねやっぱね、このシリーズってもうこれが初めてなんだけどね、いやこれはね実物を見た方がすごいと思う、迫力が、うん、なのでね、ぜひね、まあコンビニとかね、おもちゃ売り場とかで売ってると思いますけれども、あったらねぜひ買ってその手でね、見てみほしいと思います。はい、自分はねちょっとこのコンプリートは、あと4枚足んないのかな、うん、なので、なんとかして
かき集めたいと思います。コンプリート目指します。はい、ということでね、今日はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。